はいどうも今回はまたライフイズストレンジツー2をね、やっていこうかなと思います。前回は、えっ、ー、とね、あの、女の子。<laughs> そう、女の子と、名前なんだっけな、名前なんだっけな、キャシディ。キャシディか、キャシディと倒れてたら、あの、ダニエルとフィンが、あの、悪いことらんでたじゃん。あの、 なんていうの金盗んでやろうみたいなそれで勝手に行っちゃったっていうそう倒れてる女の子と倒れてるうちにだから沈めに行こうってとこだやってこう大丈夫かな特別な今夜だからな,かさないお最後まだ間に合うかもしれない

大丈夫かてかこれを機になんか、誰か死にそう。でも誰か死ぬ気しかしないんだけど、最近。お前何やってるんだってやつさ。うん。壊されてる。ダニエルだな。ダニエル、こういうことに使われちゃうからな。いい兄貴だな、そう考えたら。ショーンは、本当に、こうやっぱ悪用しないもんな。やっぱ、まあ兄弟だからこそ、そういうとこあるのかな。一線を越えないっていうのがさ。 これ多分さそう、何もなさそうだな、正面突破しようか。俺を信じろ。どうしてあごめんなさい。フィンと一緒に逃げるってこともうわ、明るしてるいいかか。光でバレそう。話さないとまずいよなよなしとりあえず、メリルには気づかれない。 光で気づかないかさすがに。フィンたちも。まあ、フィンたちも、まあ、俺らならまあやべえとはなんないからな、たぶん。普通にお、お前ら、なんでここにいるんだっていうぐらいでしょうそんな。やべえ。あいつらがつくじる前に止められる。ちゃんとあったんだ、そういうの。いろいろ調べたくて。回っちゃってた。行こうか、じゃあおい、お前ら、対岸しろよ。 おい、ビビらせんなよ。うるさい。あんた何してんの？お、いいね。さんざん話したでしょしー。メリルが起きちまうだろ。フィン、今すぐやめろ。そんなこと言うなよ。長期か。ありえないだろ。よく間に合ったなてか。ここ使うなんて。しかも九歳だよ。頼まれたんだよ。強制してね。バカか。だからって巻き込むか普通。バカじゃないの。 こいつは大人だ。危険も承知だよ。なあ、聞いてくれ。目の前に大金があるんだ。ズラかるまで5分ありゃ終わる。それで、ここを出たら、俺のことは忘れて、メキシコに行けばいい。そういうとこなんで、お前、フィンの気に入れないところは。なめんじゃねえぞってめえ、おい。対岸にしとけよ、お前。そういうことじゃないだろ。俺のことは忘れてって。 なんそういうふうに消化させんのそういうことじゃないだろフィン俺はお前を信じたのに結局ろくでもないやつだったんだな急に怒ったよ俺は結局所詮ねこういうとこで働くしかない雑魚だったなって社会のゴミだったなんて正直思ったよいいやつだと思ってたのにこんなことに目がくらんでありえん 一回出てからしゃべれば、ね、一回出てからしゃべろはいお前らさ俺は意地でもやらせないからなそういうことじゃないんだよダニエルお前の教育上のもんでもあるんだよ俺には決して、まあ、お前には決してね、まあ、俺のような怠惰な兄貴になってほしくない せめてショーンよりもショーンよりもよりまっとうな人生を歩んでほしいダメだ何度聞かれてもダメだショーン頼むぜ話は終わりだコい、恋ダニエルやだ行かないどっか行ってたくせにこいつとうるさい行くぞほらもううんざりだずーっとこいつとベタベタしてさお前が悪いんだ僕の 邪魔なダニエルもう嫌なんだけど動くなもうダニエルタイガにしとけお前らマジでよ痛,痛みつけられとわかんねえのかダニエルおいタイガにしとけよお前いくら兄でも許さんぞマジでタイガにしとけよ,よお前ゼレンかかってんのかダニエルなんだその顔 そっちに並べ。なめんじゃねえぞ。なんそのか反省しろ<ら>てめえ。<laughs> ボ<セ>大人なら反省するだろうお前。散々子供じゃない子供じゃないって言ってさこういう時は子供ぶんだろうお前。誤解だって俺ら。それも含めて大人なるってことなんだよ。大きく気はない。誰分かってんのかてめえ。打たれちまうお前なんか。最初からこうするつもりだったのか。もう許さねえから俺は。しばらく働き盗みに入る。あわれだ。 リーダーは誰だダニエルです。聞くまでもないダ。貴様らに仕事と寝床を与えたのは誰だピンのバカだ誰だだ誰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 だいだ誰だだ誰だ ショーン子供を巻き込むとは、クズの極みだヌシ<ン>お前が言えよ〜泣ける兄弟愛だなあ <laughs> さて、こんなことをされて見逃すわけにはいかんわかるな人は、過ちから学ぶというだが、学び方もそれぞれだ厳しく行こうよし、膝をついて 手を頭に回せやめてください。あの…お願いです。その話を。黙れ膝をつけそんあ名前世界じゃないんだよ。反省しろ。話し合う。従へ。お <laughs> さ、ライフイズストレンジ n って死にますか人。人死にますかね主人公死ぬんかな主人公死にかねないからさ、あれじゃん。 でも殺しはしないと思うんだけどなーなんか誰か一人選びとかいいんじゃない多分。話し合う話し合うって黙れって言われたからなー従うしかなくない俺は話は通じないだろう大丈夫だこれでいいでしょメリルやめろヒンヒついてこれ以上調子に乗のほらやっぱほら ダニエル。わかってるな。じっとしてろ。いいから膝つきなって。ああ、今すぐだ。フィン。やめろ。うるふんじゃない。<っ>すぐ利用しよするからフィンが。ここの取引先は。極悪人なんだ。売り払われる。まさか。 ここの損失は奴らの損失償うのは私私が消されたら家族が困るんだ <laughs> 貴様らをこのまま野放しにはできない頼るんじゃねえよお前のせいなんだからな それも含めて、お、選択多いわ。選択多いって。<laughs> いや、もうこれさ、これでも、俺でもね、ちょっとね、見えてるの、光。まあ、多分メキシコ帰る時間は、伸びるかもしれないし、なんなら帰れないんじゃないかって、正直思ってるけど、もう結構、おっさん、落ち着いてると思うんだよな。しかも、俺、フィンと一緒ってのが嫌だ。 やっぱりダニエルを利用して解決しようっていうとこやっぱり結局ここでさダニエルの力を使うっていうのはさやっぱ違うじゃんあのキャプテンアメリカに使ってたらさ別にいいよキャプテンアメリカはさやっぱ仲間だからさしませんいや動くな力ってのはそういう時にくよく帰っちまってすまない埋め合わせはするからさ必ずそうかフィン

結局使うじゃんおー前絶対俺の信頼度じゃんこんなのなんさ知らないよそんなずるいわほんと何かを選んだら何かを失うさすがライフイズストレンジありがとうございます僕は女を選んだがダニエルを失いましたありがとうございますんか結局力使うじゃん だったらもうダニエルに合わせた方がいい、この反抗期ダニエルに。反抗期ダニエル合わせればよかった、俺が。理想を追いすぎた。分かったよ、もう合わせ。合わせるよ、お前に。だからなんかだ、ダニエル、なにウがダニエルに信頼されないパターンで俺選んでるからさ。まあ、結果的に。でもこれ、信頼されてない前提でやらいとダメだな。多分。 信頼されてない前提だったら力を抑えても意味ないから、抑えられないからね、結局。結局こうだったし。なんで力を使わないんだ、勝手に使ったからな、ダニエル。もう、いいじゃん、女と遊んだってさ、別に。そういうとこはいつまでもガキなんだよ、お前は。 いいだろう自分の時間があるこれが大人なんだよいつまでも構ってられないんだよめちゃくちゃやん漏れなく金庫も壊れてんじゃん金散らばってたしあああでもみんな倒れてるわ ダニエルとショーンは逃げたのかもういやっみんないるなすやー <laughs> よく死んでないよなお前らなでも強盗とかの騒ぎじゃないもんなこの荒れ方ななんかハリケーンが 突っ込んだみたいな荒れ方してっからなまあ実質ハリケーンだったからあれなんだけど正しいんだけどてかダニエル大丈夫撃たれちゃったけどここでゲームオーバーとかないよな ここで終わって終わったらストーリー的になって微妙だもんなえうわっ黒う黒え終わったくさくない ?to be continue? コンティニューできるこれ。また俺、第、第3章、あと2章あんだぜ。ライフイズストレンジって多分ね、最後まで死ぬ、死ぬことはないと思うんだよ。多分。ちょっと甘えてるけど。もう、ダニエルにもうあれじゃん。もう、ダニエルに嫌われる選択肢ばっか選んでるから。彼女のためにコーヒーを補充した。 まあまあするよ。あとに命中させた。うん。48%。リカを責めちゃっした。腕ずうずけつって何も言わなかった16%。ごめんて。わか、ごめんて。そんな人に興味ないんだよ俺。正直言うけど。ごめんて。16%なんだな、所詮俺は。ビッグジョーにつっからく突っかからなかったこれは正直言わせて。これだって、その瞬間も言ったけど、明らかにジョークだったから、別に。 働けよっていうぐらいだったじゃん。そんな、入んないだろう。まあね、後のエピソード見たら、まあそういう関係じゃなかったって分かったけど。まあまあ成果あげた。え、まだダメだったのまだ上があったか。雑用手伝わなかった。え、手伝えた手伝えたなら手伝ってたけどな。手伝わなくていいって言われたもんね。だから選択肢なんだろうな、多分な。酒を飲まなかった。 フィンが前に進み出た。ここも大事だったよな。押したけどな、俺ボータン。間に合わなかった。反対した。フィンと友達のママだった。フィンとキスしたえ何その未来実際のキャッシーに任せた。まあ、そうだよな、任せるよな。一緒に泳いだ。いや、一緒に泳いだ人結構いるじゃん。 結構みんな失敗してないこれ。キスした。テントに入った。車を盗んだ。フィンとダニエルが侵入した後、メルルの事務所に侵入した。まあまあ。金庫から銃を取らなかった。へえー。あ、まあこれあれか、多分何もせず。力を使う大めにフィンは殺されなかった。 何もせずフィンは殺されなかった。<laughs> すごいな。何もせずフィンは殺されなかった。5%。メリルを撃ち、フィンは殺された。え力を使うダニエルを支し、フィンは殺されなかった。まあまあまあ、そうだな。ダニエルがあなを待たなかった。ほら、もう、この時点では入りがおかしいじゃん。そもそも。ほら、申し出を断られた。 だいぶ嫌われてんじゃん、これまでの過程で、俺。そんな悪いこと選んだ、俺。手伝わなかった。自分の怒りについてあんたに打ち明けた。地球ごと気をつけてをした。怒あ、力を使って怪我をし、怒りを爆発させたもあるよ。今は射殺され、ダニエルはあんたらしい怒りを爆発させた。 ちょ、ダニエル〜もう〜可愛かったのにな〜最初はな、何をきっかけに反抗期になったのね〜ここまでだ逃げられないぞえ旅の終着点だ誰もう逃げ道はない誰刑務所じゃ警官殺しは歓迎されるぞ お前はもう一人だえ新しい人かなだって別警官殺してないもんな別にやっていこうか空きれいまあまあリセットしてリセットしてごめんごめんダニエルごめんダニエルちょっと俺も怒ってたわ普通に ごめんダニエル。俺は大人だから謝るよ。ごめんねダニエル。俺は大人だからね。俺は謝るよ。ダニエルはんそういうこと言うからね、俺は。正直。大人になってほしいからちょ。ダニエルともさ、もうここまで来たらさ、修繕できないんじゃないの関係。無理だろう。だってもう、第エピソード2からもう。だってもう。

なんとスーパーウルフ一番最初のキャンプ。森で見つけた隠れ家で特に明けくれる楽しい日を過ごしていましたがあここ。あここは違うな。ブロディの後か。弟狼が病気になり助けを求めた。何える。二匹は一族の老夫婦が住む土地にたどり着きました。あれなんだよな。老夫婦は温かく迎えてくれましたが、兄弟狼は。

思わぬ成長を見せた弟狼は群れの人気者となり、生活もとても楽しいものになりました。弟狼は力の扱いが上手くなっていき、自信をつけ、自立していきました。てか、ショー失明したいかな、大丈夫かなお兄さん狼は群れのメス犬と仲良くなり、一緒に冒険に出かけました。

そうなのえじゃああの一人っての警官殺しってどっちだろうダニエル怖がって逃げたんだあんだけみんな倒れてたらな翔明大丈夫それが心配だわごめんション どっちでやらされるんだろうえーてか一緒に行動できたかもしんないのかもうつくづく最悪の方を選んでんじゃん俺人に興味ないってそんな悪いかなおシそうなんだえー、お前目大丈夫えっ、ー、目怖いそのアングル怖いってえなんかいる あ最初だディション。ごめんね。え本当に、後悔してる。ダニエル、いいって、気にすんな。えジョーンの話、ちゃんと聞けばよかった。何これ僕、怒ってて。もういいんだ。俺たち。 兄弟なんだから絶対夢だってこれじゃあ迎えに来てよほらほらショウが見てる夢だって一人でどうしたらいいかえーショウの目怖いわ怖い大丈夫かななんかグロくない感じに,に近づくなお願い ちょっとグロくない感じで書いてねダニエルやめろえわワわンまんまあまあ、まま、グロくないまあまあグロくないかまうーんメリルルタクでの爆発から2ヶ月後病院か そう。ダニエルここに来たからこんな悪夢ばっかりだえなんかテレビよりりきな笑えね絶対ダニエルといい関係だったらまだ一緒に行動してたじゃんこんなのあでもどっちにしてもなんかパワー爆発させたみたいなあったもんな距離がつかめないから。全部ボーールももキャッチできない。もうスポーツは無理だ。そっか目があれだもんな 名刺ありがとう捜査官そのうち電話するあーそっか俺捕まっちゃったかあ警官殺しってそっかそういうことか一番最初か食べあそっかこれで公にもバレちゃったんだ入院したから髪にもピントが合わない 最悪だ失明したそれは失明しちゃったもんもうごめんってしょ空気がわからない長くなろうとしてるわやめるつもり本当に信頼されてスティーブンから好きな手紙が届いたあキャプテンスピリットの手紙嬉しかったキャプテン来たかあクラとスティーブン誰かじいちゃんばあちゃんか 私のが聞きたいピンダニエル兄貴にしまったえー、そんな悪い俺やり,直やり直すとかじゃないけどさこのゲームはえー、ちょっとハッピーエンドにしたいなやり直すかもな俺裏で失明してんじゃん何かくのショーンああった うわもひつ明いやー失ひつはごめんマジでごめんひつはきちいわ正直マジでごめんマジでごめんじゃ許されないと思うけどいや痛い痛いわ心痛いわいやマジか出だしは上々ってとこかな でもさあの選択肢さあのど全部一応ダニエル暴走してたから暴走したみたいなのを全部書いてたからさでフィンが死ぬか死なないかみたいなとこだったから結局こっちの道になってんのかなもしかしたらそんな気もするけどなうんでも階段がこう鉄格子なんかそんななんかさ悲しいこと言い,言いなさんな プラスでね夢の道へ続く階段ね天国ではなくね天国っぽくなっちゃうけどいやうまいじゃん普通にだいぶ今今の状況で書ける感覚がつかめてきたのかな結構うまいよね自由への道があればな。明暗法トロフィー獲得 と俺への罰だへえー、なんかごめんなんかもうごめんじゃ許されないけどさー <laughs> いやー看護師さんうつ助かるとこで景色見て来てくれっかな時間差で看護師さん 今日もまた昨日と同じ日まるでロ獄だ。犯罪者でもあれだもんね重傷だったらあれなんでしょう。病院にはい誰 <laughs> 元気にしてるか。誰あ男の人なんだお疲れ。 何だおっ、ごきげんめだな。ごめん、上位。落ちこん,んだ。うん、無りもないか。でも多分、これを見れば、元気が出るんじゃないか。ちょこなつ。おっと。そう、なおいーおなあ、<も>ちょっと。ジョイ。どっだみわだ。<laughs> いや 問題ないこれが最後の検診だぞえ明日には <laughs> 無償ですか退院だまた入院するけどな、少年院に <coughs> それじゃ、見ようかいつもの通り、まばたきせず光を見せるいやでもこれ多分いずれにしてもこうなってたのかななんか <laughs> よし、網膜の反応がいいじゃあ

わあ、なんかそう言ってくれるとなんかいいよ、接し方いいね、あんた。やっってみるゆっくりでいいいぞ<え>簡単じゃないからなうわっ、距離感むずっえっえっむずくねこれたいぞこれなんか。 いや俺両目見えてるけど <laughs> こっかむずいって両者の限界があるもんなんか分かるやついるこれ一発でこごめんていやむずいって、うん、さあ,読んで,くれあでもリアルでもそうだな あれやれるかって言われたら難しくねちょっと笑わせに行こうぜジョイさんをちょっとでも元気あるなとこ見せてさやっぱガンのない海賊だぞくわ、そんなこと言えるなら心配ないなほらまあ、何を言っても結果は変わらないぞ <laughs> そろそろ退院だすまない視力は随分回復した 重篤な副作用も残ってない。ああ。ありがたい。嘘の報告はできない。でも。包帯変えてやろう。ねスマホより見張りに集中して。いまったく。そう、じゃあ。しっかりね。気がつか。は<わ>。二人きりで話しても。患者の世話がまだ。そうは見えない。ねえ。続きは。 話の後にしてジョイさーんジョイさん兄貴行かないで兄貴じゃあいやもういい笑顔兄貴なだババアこれ来んじゃねえババア帰ろお前なんか来んねババア一丁前に高そうなやつ来やがってよ似合わないんじゃ<え>ボケ 気分はどう、ディアス君？はあ、最高だよ、ダニエルは。もう一度おさらいするわね。また。あの接し方優しいわ。同じことの繰り返し。ごめん。もういいだろ。言い,いえ続けるわ。君が話すまで。これババアとか言ってごめん。黙ってたら損よ。よく聞きなさい。明日君は少年院に移送され、裁判を受ける。はい。シアトルでの警官殺害の件でね。 刑務所で一生を終えたくなかったら。辛いよな。話しなさい。い誰も殺してないんですって。本当だ。なら。誰が。教えて。力 <laughs>。力です。やっぱりダニエル。いや、違う。お父さんが警官に何もしてないというのは。お父さんはしてないよ。それは。ただ外に。 出てきただけだって殺された警戒に殺されたんだよなんでそうだよそうなると…カッとなった君が仕返ししたとしてもおかしくないだから違うっておばさん、違うって信じろよいや、お姉さんその後だけど…なに<何>ハンボルトの農園では何があったの飛んだなだいぶ現場は竜巻の後みたいだったし 何度も話しただろう。まるで見当もつかないって。気絶してたんだ。加えて重傷者が三名君も入れて。そして行方不明が一人誰の証言も、互いに一致しない。ショーン。ン協力して、君を助けたいの。おばさん、の情報は。見つかりそうよ。だから。 真実を話してほしい。わかった。強盗は誰の考え。彼。それとも君。いや、正直に言う、そんなもん。こいつだよ。やかましい,いだろうって。強要されたの。強要された。そも自分から。え、何これ。 いいやいや、騙された話に乗ってはないだろ結局さえな、ー、んもないまあ、結局さそのなんか嘘でごまかすことよりもやっぱね真実言って裁かれた方がいいから軽くなるんだからそっちの方がそ,うそれでいこうちゃんとはいすいませんでした

支えてくれる人はいる。はい。ところで、ビーバークリークのどこかに連絡したわ。移送後には面会もできる。時間はかかるけど、きっと力になってくれるはずよ。お,お姉さん。お母さんは見つからなかった。ごめんね。<え>いいよ、ダニエルは手がかりはあるって。そうは言ってない。あ待ってでないと。 お姉さんちょここ、この、こういったギロはごめん。<laughs> まあ、切り良さそうだし、こういったギロは、じゃあ、あざした。